じゃん。もう海も普通にいいですよね。うん、でやっぱさ軽いね。確かに ね、いいと思いますよ、うん、オートマ。そんなにこの辺にやられてないの で、うん、さあ気になるのはお値段ですよ。そこですよ、はい、もうね通販みたいになってきましたけど、テリー土屋車の話始まりました、はい、ねえいいですね。サーキットはいいね。やっぱいいですね。うん、こういい天気だし、ね、青空が今日綺麗だった。今日なんですか？今日はですね、以前やって大好評でした、100万円以下で、買える車特集。大事です。はい、いや大事ですよ。いやだって今の若者はさ、そんな新車で300万も400万も出せないから。僕もね先日ね100万円以下で車買いました。何買ったの？シトレンの C6 ってやつなんですよ。新車。いやまだ実は来てないんです。ハイドロだからね。うん、ちょっと心配よね。ね、うん、あの安いんですよ。いくら？だから込み込みの100。もういいじゃん。いいじゃん。高級車ですよ。でも CCX、ね、うん、なんでこの番組で紹介しないんだよ。いや今度乗ってきます。ね、来てないんで。まああそこまで来てないからね。来たら ご紹介しますよ。はい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。来た来た来た、ヤマドゥじゃねえかよ、はい、ねえヤマドゥじゃねえか。今回もご紹介させていただけるということで、なんか営業、顔が営業マンじゃないですか。そして隣は、はいはい、イゴールと言います、アネスト岩田レーシング with アルナージュで、GT300 に参戦してます。よろしくお願いします。イゴールが何を紹介しようとしてるの？僕は、まあ、1台あの中にいる車ちょっと詳しいんで、うん、そこをちょっと紹介していこうかなと思います。本当かね、同じ車乗ってきてんじゃねえだろうな。さあそして、はいはい、そしてレギュラーの、はい、ロアちゃん、はい、前回の車企画でもまたお前スバルだろう、はい、またスバルで来たんですけど、まあ、前回のインプレッサもすごい好評で、まあ、あれ売れたのもしかして私のおかげかもしれないなと思って。何お前のそんなバカなことないでしょ。はい、まあ、今回も現役レースクイーン江崎ロアがまた紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。さあそれで行きましょう早速、はい、じゃあちょっと山でここからは、ね、はい、何を紹介するの？今回はですね、もうよりすぐりの、またね、今回4台ご紹介させていただくんですけれども、うん、前回ですね、お話しさせていただいた時にちょっと高いなというお話をいただいてましたので、うん、今回はですね、100万円以内で確実に収まる4台をご紹介させていただきます。100万円以下っていうのは、はい、諸経費込み？込みです。おお、はい、いいじゃん、いいじゃん。これ実は大事なんですね。ね、そうですよ。今もね、いいじゃん、諸経費かどうかって結構問題になってるからね。馬鹿にできないんだよ、諸経費。早速行きましょうか。まず最初のお車はですね、はい、2009年式のミニクーパーになります。あ、これね、懐かしい、私これ乗ってました。乗ってました。56でしょ。はい、56です。これ懐かしい。ケイちゃんどうですかこの車自体？これいいですよ。あのね、初代はもうすごいゴーカートフィーリングでガツガツしたじゃないですか。うん、それがねかなりマイルドになって乗りやすくなった1台ですね。てかさ、この方のこの大きさいいよね。そうそうそう。かわいいし、ほら新しいミニはもう全部ね EV になってきちゃってるから、うん、でかいし、うん、こっち側のがいいな。さあこれホイールもかっこいいね。はい、ホイールも OZ のホイールが入ってますし、うん、まあ、ちょっとタイヤ古いんですけどミシュランが入っております。で距離がですね今12万6千キロなんですけど、走ってますね、はい、まあ、ただ内装の質感とかっていうのは、まあ、かなり高い状態と特に今不具合も起きていない車両になりますので、シート擦れてないし、はい、まあ、シートカバーって言ってますか。シートカバーですか、カバー、ね、あそうだね、うんうん、ケイちゃん、はい、ちょっと乗ってみたら、ね、ミニ経験者なんだから、いや持ってましたから ね私ね R50、R56、R60、F55、F60 って4台買ったんですよ。なのでもう耳慣れしてるんだよね。耳慣れしてますよ。よくね上げてこうやって乗ってたんですけど、こんな感じでね、でもいいんじゃないですか。いいですか、うん、いいと思いますよ、うん、オートマ。そんなにこの辺にやられてないのでいい感じです、はい、ミニってさ、うん、男性にも女性にも人気あるでしょ、はいはい、で例えば今まで国産車乗ってる方が、うん、ミニに乗った時の注意事項っていうか、うん、それは何ですか。いやあのねミニね、その変なところないんですよ。普通に乗れるよ、うん、でこの特に R56 型からは全部パワーステも電動パワーステとかになってて、うん、この前はね電動油圧とかでちょっとパワーステとかよく壊れたんですけど、うん、これになってから壊れない、問題ない、うん、問題ない。これですからね、新しくなってから2台目ってことですね、はい、そうです、うん、はい、この大きさいいよ。これいいですね、あいいですよね、うん、小ぶりで。これは5ナンバーですか。これは5ナンバーですよね。5だよ、5ですね、うん、はい、あでもいいですね、横幅が 1685mm、うん、まあ、横幅も実はかなりコンパクトなんで、うん、5ナンバーサイズ入って、はい、そうだよね、
これグレードは？グレードはミニクーパーになります。S ではないので、馬力としては120馬力にはなるんですけれども、まあ、車格的には、ちょっとエンジン、はい、どうですかこれ？油漏れもないよ。油漏れもない。油漏れもない。全然程度としてはいい。これエアコンはこれ季節？ね、これの1個前はね、結構トラブルあったんですけど、これ買ってからはそんなに効かないですね。そうだね。はい、これエアコン効くの？エアコンも、はい、大丈夫です。ミニにしたら結構距離は乗ってる方かもしれない。12万。そうですね、距離は乗ってるんですけど、あんまり乗ってない人が多いから、はい、まあ、ただ塗装の状態とかが、まあ、これ特に塗り直したこともない割には、あの綺麗な状態を保っているなっていうところです。これもさ、曇ってないよね、はい、意外とこういうのってさ、曇るよね、黄色くなっちゃうじゃん、うん、はい、だからもしかしたら可愛いんだよね、上げたところが可愛いよね、目玉ね、目玉可愛いよね。カバナのシートカバーつけてるってことはミニ好きな人ですね。あ、そうそう、これなかなかいいよ。開かない。開かない。まあ、こんなもんだよね。こんなもんよ。いいじゃん。そう。ね、だからこうやって人物ついてね。ね。うん。うん、いいじゃん。多いですか？改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。いきなり行くね。お願いします。懐かしい。お、なんかまともじゃん。うん、テリーさん2台持ってるからさ、うん、それと比較してどうかだよね。いや、あのこの世代のやつって、うん、経営者の方が詳しいと思うんだけど、うん、いいじゃん。もう今普通にいいですよね、うん、でやっぱさ、軽いね。確かに ね重量が1170キロなんですよ。軽い、はい、なのでかなり軽量ですよね。でもなんかすごい大事に乗られてた感じ。ミニって4人乗んないじゃない、だいたい1人か2人だよね。そうだよね。でもこういうのってあれだよね、若いさ、それこそ学生さんがさ、こんなんで4人乗ってさ、なんか出かけるといいよね。そうだね、楽しいよね。そうするとなんか楽しいあれになるよね。いや、この時代のミニの大きさ、俺好き、うん、あ、いいですよね、うん、今のでかい。いや、今のはもう5ナンバーじゃないからな、うん、いや、軽いな、動きが。まあ、普通ですね、うんうん、普通な車でいい感じがしますいや、普通がいいの。そう、普通なんですよ。普通がいいの。普通の別に感動するわけではないんだけど、そうそうそう、まあ、普通になんか、このぐらいのミニだなという感じでね、うん、確かに。だから、これ何がいいかというと、ほら、もう外装が綺麗ですよね、うん、だからすごくそれ見てるとなんか安っぽく見えない、うん、あとね、ミニってさ、そんなに詳しくないと、これが何台目だとかさ、分からないじゃない、はい、それがいいよね、さあ、気になるのはお値段ですよ。そうですよ。もうね、通販みたいになってきましたけど、さあ、お願いします。はい、こちらのお車ですね、12万6000キロですね。こちら総額で50万円でご案内をさせていただきます。総額50万、はい、総額50万、全部込みで、はい、安いわ、うん、車検が来年の5月までです。いや、50万ならいいよ。僕は個人的には48万にしてほしいんですよ。2万いや、50万込みでしょ。込みです。ゴミで50ならいいよ。うん、はい、うん、いや、でもなんかね、なんか、いや、ちょっと、もう一声。いや、もうテリー土屋の車の話を見たと言ってくださった皆様、いい、特別キャンペーン、テリーさんお値引きやらせていただきますので、ぜひお問い合わせください。48万円。48万円でやらせていただきます。お値引き、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験、皆さん
ありますのでぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買い取り本舗、車買い取り専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買い取り本舗で検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。